先ほどちょっとブレイキングダウンの話も出ましたけども、ペーパービューだったりを仕掛けていく中で、ライジンとして、こういうことは勉強になる刺激になるという部分と、あとは、トップアスリートが集う場としてはこういうことはやりたくないとか、何かこうライジンとしての考え、線引き、基準みたいなのって何かこう今漠然とでもいいので思うところっていうのは何かありますか？やっぱりだから予定調和じゃない事前のやっぱり選手同士の今までの会見のスタイルっていう形でのカード発表とかもうちょっと考え直したいし、やっぱりその選手と選手が戦うことでの勝負論とか遺恨とかいろんなものがこうもう当然そのプロの我々がやってるレギュラーシーズンの中で結果を積み上げていった選手同士が戦うっていうスタイルは変わらないと思いますけど、SNS の使い方とかそのインフルエンサーの使い方とか含めて僕らももっと情報を含めたものの拡散に関しては仕掛けようがあるしやらなくちゃいけないなっていうそういうことも考えてるし、そういう意味で言うと発声型の単純に会見を開くその映像を拡散させてくださいでもなかなか見ないと思いますから、結果そのザマッチの時でも拡散されていくのは芦澤選手とヤーマンの毎回お決まりみたいな感じになって、僕会見場でちょっと後ろで笑っちゃったんですけど、でもそういうのは結果ファンの人たちとか世の中には TikTok だったりも含めて拡散される時代なんで、かといってそこにね、なんかやらせをするわけにもいかんし、でも選手たちが必然的にそういうシチュエーションになるような設定を僕らがいろいろプロモーションの機会を作り出せるようなアクションがあってもいいかなと思ってます。またいろんなトライアルをしてみたいと思ってます。